ありがとうございます、オフィスビットブレイキックの足立明穂です。ですね、今日というか今回、これはですね Facebook 基礎講座って勝手にシリーズ化もしてるかどうかわからないですけど、一回きりで終わるかもしれないですが、ニュースフィードとですねウォールの関係についてちょっと説明したいなと思いました。ですね、実は昨日歯科医師さん向けの Facebook 講座っていうのをやったんですけども、でその結構ね参加されたその歯医者さんたちとは結構ねFacebook を使っておられて、で自分とこの病院のその Facebook ページとかも作ってるんですけども、でかなりねそのいろいろやっておられるんですが、ただやはりその、ニュースフィードとウォールというのの関係がねいまいちよくわからないというのがやっぱりあって、で確かにねこう今までいろんなところで説明してきたりしてやったんですけど、なかなかやっぱりそのニュースフィードとウォールの関係ってよくわからないんですよね。でその辺をですねどれだけこう理解していただけるかなと思ってちょっとですね、説明を試みたいと思います。でまずですねざっくりと言うとそのニュースフィード、これはですね他人というか友達プラス自分かな、自分とかプラスその、いいねをしたそのフェイスブックページとか、最近だとニュースフィード購読とかという、ちょっとややこしいんで、要は他の人たちの情報とかがそのどんどん流れていくと、ニュースが、フィードってこれ流れとかそのそういうものなんですけど、そのニュースフィードって要はニュースっていうのは他の人たちが主にそのどんなことをしました、何書いたとか、いいねをしましたとか、そういうのがこうなんですね。それをニュースフィード、そういうものが見える部分と、でウォール、ウォールっていうのは基本的に、自分というか自分の行動というか書き込みとか、そのいいねを押しました、どこそこを押しましたとかいうのがこう出てくるところというふうに考えていただいたらなと。まずざっくりねこういうふうに思ってください。でもうちょっと具体的に行くとですね、まず Facebook にログインします。でログインするとですね、この辺にそのアップしたあなたのこうアイコンがこう、顔写真入れてる人はこうありますよね。でここに名前がこう出てくるわけです。名前がでログインしたときにここにこうダーッと見えるのがこれがニュースフィードで、でここには要はそのいろんな人たちのニュースが出てくるわけですね。その誰それさんが、いいねをしましたとか、何々なんか今日は朝から朝から寿司食いましたとかね、誰それさんの写真にいいねを押しましたとか、そういうのがこうどんどんこう出てくるわけですよ。こういうのがニュースフィードですね、こう並んでいく。でこれとは別にですね、もう一つそのあなたの名前っていうのはここにこう誰それなんとかってあとこっちの上の方に画面の上の方にここに名前がこう入ってると思うんですよ。でここにちっちゃいこう自分のアイコンかな、確かこういう風に入ってると思うんですけど、こういうのがあるんですね。でここの名前をクリックする、あるいはこっちにねこのウォールってこうあるんですけども、それをクリックした時に出てくるのがウォールで、でここにはこう同じようにあなたのこう写真があって、名前がこうあって、
い字とかでウォールになると、ここに出てくるものはですね、まあ例えば分かりやすくすると、ここにはですね、あなたの自分自身がそのどこそこにいいねをしましたとか、その写真をアップした内容だとかで、誰それにコメントしましたとか、そういう自分の情報しかこう並んでこないんですよ、ウォールって。でこっちのウォールは他の人にも見れる、要はこれは他人、まあ友達とかそれは設定次第の他人から見えるですね。他の人からこのウォールっていうのは見えます。でこっちの自分のログインしたところのこのニュースフィードは、これはあなたしか見れてません、他の人には見れない。こういう大きくね、この2つがあるっていうふうにこう考えていただいたら分かりやすいかなと思うんですよ。ログインしたときはこうなってます。でここのウォールっていうのをプチッとクリックするか、自分の名前のところクリックするとこういう画面になって、自分の行動しかなくて、これは他の人から見えてる部分なんです。あなたの名前クリックしたときに見えるのがこれなんですよ。わかりますかね、ここまで。要はこういうふうに2つある。で同じようにこれは全ての人に言えてて、あなたの友達の A さんの名前、こっからね、このニュースフィードのところから自分の友達の A さん、これまあここね、これ A さんの内容だったとして、 A さんの名前あるからプチってクリックすると、こういうふうに A さんのウォールが見えるんです。で A さんが何をしてたか、こう見えてくるわけですね。でまた自分のところに戻って、で今度はこれが B さんとします。で B さんのところをプチッとクリックすると、今度 B さんのウォールがこう見えるんです。わかりました、この関係。ニュースフィードの B さんのとこ押すと B さんのウォールが見える。で A さんの名前をクリックして見えるのは A さんのウォールが見える。こういう風になってます。だから A さんのウォールだから A さんのやったことばっかり見えてるんですね。でこういう関係になっていて、でここからはちょっとややこしくなります。ここは自分しか見えてないんで、同じようにA さんしか見えてない、これログインした A さんの画面、ニュースフィード、 A さんの友達の情報とかそういうのがある。でこっち B さんも B さんの友達の、これは B さんしか見えてない、ここも A さんしか見えてないっていう、こういう画面、ログインした時の画面があるんですね。でこっからウォールとそのニュースフィードの関係で自分が書き込んだ時、一体何が起きてんのっていう話ですよ。ここがめんどくさい話なんですが、めんどくさいというか混乱するんですね、これが。でですね、まず普通はね、ここしか見えてないので、でここの上のところに書き込ん、その最近の状況とかなんかそういうのを書き込むようになってますよね。具体的な名前を言うと、投稿するっていうのがここにあって、でここに今ユーストリームやってますとかいうのをピッてこう書き込みますよね、自分で。そうするとそれと同じものがまずウォールのところにピトッて入ります。でそれと同時に友達である A さんのニュースフィードにもピトッて入って、で B さんのニュースフィードにもここにまあピッてこう出てくるというようなことになるわけですね。自分のここに書くことによって、まずあなたの行動履歴であるこのあなたのウォールのところに書いたことにもなるし、でそれが同じく A さん B さんのところのニュースフィードに出てくる、こういう感じになるんですね。わかりましたかね。でじゃあ B さん
A さんにしようか。 A さんが何か書いたっていう時にはあなたから見えるのは A さんですね。 A さんが書いた時にはここにピッて A さんが何か新しいの書き込みましたって出るわけですね。でその時に A さんの方を見るとこの A さんのウォールが見えて、でここにその新たに書き込んでた情報がここに入ってくるとなってるということになるんですよ。これが見えてるんですね。で A さんのところにも当然その A さんのニュースフィードにも自分のここにね書いたやつがこう入ってるんですけども、それはA さんしか見えてないのであなたには見えてません。これログインした人しか見えないんで基本的にこれが見えてない。でもこんな風に見えてくる、要は自分が書いたやつはこのウォールにも書かれて同じものというか、まあ実際ウォールに書いたのと同じなんですけど、これがこっちに来てるんですけども、ちょっと話ややこしいんで、ここに書くのとここに同じものがここにできて、でもってその他の友達のところに入ってくるという風になるわけです。だからそれぞれ実は見えてる画面はこんな風に違うんですね。誰と友達関係になってるかとかによって、当然見えてくるものが違ってくる。でもうちょっと細かく言うと、それぞれの親密度ね、Facebook のエッジランクっていう考え方があって、よりいいねを押してたりとかコメントをお互いにつけたりとか、アクセスしに行ってこういうウォールをこう見てるとかね、いう関心の高い人ほどこの上に出てくるんで、でそれぞれ友達が全く同じでも、そのクリックしたりアクセスしているものの内容によってこう実はニュースフィードのところの出方がこう違っているということになるわけです。お分かりになったでしょうかこんな説明でこの結局ね、このウォールとニュースフィードっていうのはこういう風な関係になって、ニュースフィードはあくまでもいろんな人の自分の友達とか、いいねを押した Facebook ページの情報だとか、そういうものがこうどんどん出てくるようになってて、でウォールの方はあくまでもこの人の内容ですね。で他の人を見に行ったら A さんのウォール、 A さんの名前クリックプジッとして見えるところは A さんのウォールであって、ここが見えるんですね。 A さんが今まで何にいいねを押したとか、どんな書き込みしてたとかいうのがこう見えてくる。で B さんのとこ見に行ったら B さんのウォールがこう見える。で決してこのニュースフィードはそれぞれの人にしか見えていない、自分のニュースフィードしか見えてない。で B さん、 A さんは A さん、 B さん、 B さんのしか見えてなくて、これはお互いに誰にも他の人には見えてないわけですよ。わかりましたかね、そういう説明でいかがだったでしょうか。これでご理解いただけると多少頭が整理できるといいかなと。だから何ですかね、こう書き込んだやつは他の人にも出てるんだけど、どんな風に見えてるのっていうのを知ることはまずできません。 A さん B さん、これここに今書いてね、この他の人もどんどん入ってくるんで、それぞれの人が誰と友達関係になってるかとか、どこにいいねを押してきたかとか、それによっても全然ここに出てくる順番とかそういうのが変わってくるんで、同じようには見えないっていうことをまず分かっておいていただければなとね。言ったらそのそれぞれの興味のあることを新聞からこうスクラップ帳を作ってここに貼り付けてるようなものなんですね。でこれがそれぞれの人の新聞、要はこれがそれぞれの A さんとか B さんとか、あるいは自分の壁新聞だと思ってください。壁新聞のこういう記事がこう順番にこう書いたやつが乗っかっていくんですね。でそれを自分の興味あるやつだけ取ってきて、 A さんは自分の興味のあるやつがこんな風になってると、で B さんは興味あるやつがこんな風になってるということなで、自分のはこんな風になってるという風になってるんで、要はスクラップ帳みたいなのがニュースフィードなんですよ。いろんな壁新聞から取ってくる。だからそれぞれの人の興味によって全く画面のスクラップ帳の内容は変わってきますからね。そんな感じになってるっていう風に思っていただければいいかなと思います。ということで以上、
ニュースフィードとウォールの関係について説明しました。ご理解いただければありがたいと思います。お役に立てればということで、また気が向いたらやるかと思いますが、よろしくお願いします。ありがとうございます。